ここが東京。間違えたのか。何者なんだろう。平野正門。何を見つけたのかな。心にいつ生まれたかもわからぬ。心に君はそこにいる。我が主、私が守ろうとしている歴史は、未来は守るべき価値のあるものなんだろうか。それを私に答えさせたいのですか。俺の霊力だねんだ。聞こえたのは声、俺を呼ぶ声。何回眠りから目覚め、外の光を見た。苦手なんだよなあいつ。何者なんだ。難攻防展開。300年の子守歌を歌った坊主だ。その子守歌は聞いたことが。雨に隠れて何をしましょうか。雨に忍んで何をいたしましょう。ワン、見ての通り負け犬。ワン、俺より高いものばかり。ワン、癒して雨さん。ワン、癒してよ雨さん。コンコンコン、誰かいますか。誰もいませんか。大地をノックしています。誰もいなくなっちゃったから、コンコン、道はもういらないのかも。よーそれよいしょ、よーそれよいしょ。今こそ道開く時。よーそれよいしょ。気づけかな、きっと立派な城ができる。そうだな、みんなあんたのこと慕ってんだな。いささか照れるな。雲から溢れこぼれ落ちる雨。いつか気づかされる。いかがでしたか。太田道館は立派なやつだったよ。あのでかい石はずっとずっとここで歴史を支えてゆく。奴について俺から語れることはない。そうか。キノと呼ぶ者もいるが。キノ、三日月宗近というキノ。俺の言葉に置き換えるのなら、それは呪いだな。呪い。
これも呪いか。ダメだ、自分を取り戻さないと。私の名前は水心氏正秀。やめてくれ、やめろ、やめてくれ。僕は、私は水心氏正秀だ。君は待って、君は誰なんだ。この星の中を巡り巡って目が回りそう。大丈夫、ゆっくりだから。畑を作るために雨は必要なんだ。雲だって必要だよ。え、雲が空を覆ってそこから雨が降る。雨が海へ流れ出て空へ登って雲になる。きっとみんなそのぐるぐるの中にいるんだと思う。人も歴史も刀剣も。今だ。結界を張っているようだね。おお、人間技とは思えない。まだ一人目だ。正門校は7人いる。7人の正門校全てを封印せねば結界は結べない。ついてまいれ。は？おい、俺たちはいつからあんたの境内に乗ったの。三日月宗近、あなたは何をやろうとしている。答えてもらう。分かってるんだ、手に負える相手じゃないってことくらい。でも歴史の流れの中で悲しい役割を背負わされている者がいるとあなたは言った。でもあなたが守った歴史は、あなたが守った大河の流れ着く先は、我が主よ、しばらく私の思うようにやらせてもらえないだろうか。歴史とは大きな川のようなもの。確かにそれはそうなんだろう。だが我が主、小さな川のせつらぎの美しさに心が洗われることだってあるはずなんだ。水心氏正秀、あなたに委ねます。今だ。決めつけるな。遅く倒そう。これで7人目だよね。ああ。じいさん、圧倒してやろうぜ。どうせなら、どうせなら、期待以上のものがないよ。歴史とは何か。残された文書か、残されたものか。花の香り、歌の調べ。残らなかったものはなかったものなのか。そうではあるまい。ああ、歌わずにはいられない。終わりなき花の歌はどれもなく咲き誇る。終わり続く花。歴史はね、勝った者の残した歴史でしかなかったんだね。記録にも記憶にも残らなくてもそこにいたんだ。これは問わず語り心
心に刻まれた風景、これは問わず語り、心が溺れてる景色、これは問わず語り、忘れるあの人の名前、これは問わず語り、忘れるあの人の温もり。燃やし尽くしてただほんの